どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、台北のねヒルトン新番ホテルにいて、これからね空港を戻って日本にね帰るわけなんですけども、せっかくね台北来ておりますんで、いくつかね回って空港の方に行って飛行機乗ってね帰りたいなと思います。で、台湾のね今回松山空港から羽田空港にね帰るわけなんですけども、残念ながらですねプライオリティパスのラウンジはねないということで、 ANA のね指定ラウンジがね一つだけあるみたいなんで、そこでね過ごすっていう風になりますんで、ちょっとねいくつかお店を寄って、空港の方戻ってね。で、この動画撮ってるのはですね7月の20日なんですよね。で、まだね到着のターミナルが分かんないんですよね。その今回7月の19日にね羽田空港第2ターミナルの国際線ね、再開して、その便でこちらに来て、帰りもですね第2ターミナルに到着してくれればですねアライバルラウンジとかも利用することができるんですけども、ちょっとこれもねよく分からないですし、私が到着する便は8時50分とかなんで、ということで、まずですね、この台北にもですね、JCB の JCB カードラウンジっていうのがあるんですよね。皆さん知っておりましたでしょうかね。私もね、来てから知ったんですけども、せっかくね、私のチャンネルでね、カードの特典とかいろいろ紹介させていただいておりますんで、今回ですね、JCB カードラウンジによって空港の方に行って、飛行機ね、乗っていきたいなと思います。ちょっとね、お腹も空けば、こっちのグルメとかもね食べながら行きたいななんていうふうに思ってるんですけども、ちょっとね時間もありますんで、どっちかだけになっちゃうかもしれないんですけども、ひとまずね行きたいなと思います。で、今日のねフライトは16時50分で、3時間前が1時50分なんで、1時50分にね空港行けてればいいかなっていう感じなんで、早速ねパッキングまだねしておりませんので、パッキングしてね空港の方向かいたいなと思います。では行きましょう。ではホテルを出てまいりました。並びにねファミリーマートがありますんで、そこで現金を下ろしたいと思います。地下鉄がね現金しか使えない仕様みたいで、乗り放題パスだとカード使えるみたいですけども、区間で乗る場合はねダメそうですね。ということで、外めちゃくちゃ暑いです。33度。ホテルの並びのファミリーマートで金下ろします。ではやってみましょう。日本語表記はないのか。なさそう。わからねえ。まさかの言語変えられないということで、銀行に行った方が早いんじゃないかっていうのを店員さんに教わりました。ではレボリュートで下ろせました。手数料は0円ですね。ちょっと時間かかりましたけど、無事現金ゲットできましたんで電車に乗れそうです。もうちょっと小学姿勢が欲しかったんですけど、選ぶ画面がなかったです。ということで駅に向かって電車に乗りましょう。いや、手数料かかんないのは最高です。台北の交通状況はこんな感じ。めちゃくちゃバイクユーザー多いですね。これが台北なんですね。では板橋駅ではなくてジャンファンだったかな。駅到着。昨日歩いたここ駅だと思ったら駅じゃなかったんですね。駅はこっち。しかも途中まで歩いて反対側に気づくという。回っていきましょう。板橋駅到着いたしました。ヒルトン新番がこの斜め向かい、めちゃくちゃ駅から近いんですね。電車でも全然アクセスできそうです。では行きましょう。駅の中もめちゃくちゃお店入ってるんで、ご飯とか食べそびれたらここで食うのもいいですね。ここに ATM ありました。じゃあ私はこの BL っていうのに乗っていきます。この駅めちゃくちゃでかい。では買っていきましょう。日本語表記がありますね。片道切符を購入。チケット料金と私はねこの早山まで行きますんで40。チケット料金と40元、現金を入れてください。1000ドル使えねー。窓口だったらいける説、これは聞いてみるしかない。 Excuse me、 使わせてくれました。助かった。無駄に金払わなくて済みました。 Thank you。 無事切符ゲットです。
面白いですよね。これをこれで乗れると。いや窓口が開いててよかった。お姉さんも嫌そうな顔してくるかと思ったら大丈夫でした。では行きましょう。まず西門とかいうところで乗り換えます。電車のホーム到着。日本の地下鉄とめちゃくちゃ似てますね。確かどれかで見ましたけど、地下鉄は飲食禁止だった気がしますんで、飲食注意しましょう。ホームにはこういった感じで路線が結構書いてあります。薄くなってる文字はここには行きませんよ、反対側の電車に乗ってくださいっていう意味みたいです。いや分かりやすい。私はここで乗り換えます。それでは電車到着。かなり利用者は多め。乗っていきましょう。何かおかしいなと思ったら、私の行く駅は松山じゃなくて中山でした。ということで中山で降ります。無駄金払っちゃいましたね。では中山駅に到着。ゾンさんってものかな、ちょっと読み方が分かりません。ファミリーマートとかサツドラサツドラ、サツドラありますね。さっきはね松木男もあったんで、日系企業だいぶ進出してるんですね、台北には。では3番出口から出て行きましょう。では地上に出てまいりました。めちゃくちゃ暑い。あ、しかもこう自転車ルート歩いてた、危ない。いやめちゃくちゃいろんなお店があって、チャリンコも借りれるみたいですね。お、ダイソーもあります。でもやっぱり落書きはされるんですね。わーすごい、めちゃくちゃ栄えた場所なんですね。ここはこれをまっすぐ行くと JCB ラウンジがあります。わー本当にいろんな日系企業が進出してますね。ここにも北海道新発見、北海道のアンテナショップかな。ここはめちゃくちゃ繁華街なんですね。すごい、いろんなお店が所狭しとあります。ではテクテク歩いていきましょう。まさかのコメダコーヒーまで発見。いやもう日本食には困らないですね。いろんなところに日本のお店があります。では到着。まさかのビルの中にあるんですね。はい、ということで6階に行きましょう。レストランの予約などができます。では到着いたしました。ビルの6階にあります。JCB プラザラウンジ台北ということで行きましょう。ということでラウンジを出てまいりました。なんと中は撮影 NG ということで、残念です。ということで、まあ、こちらね JCB ラウンジ、ね、ございますのでぜひ皆さん利用してみてください。詳細はねこんな感じになっております。朝9時から5時15分、土日祝日はやっておりません。でサービス時代もねこれに書いてありますんで、はい、こんな感じになってます。では行きましょう。ということでラウンジの外に出てまいりました。ラウンジ自体はですねそんなに広くなくてかなりコンパクトな、はい、何畳ぐらいだろうな、20畳ぐらいかな。本当にねあんまり大きくなかったですね、はい、でもサービスとしては、まあ、エアコンもついていて Wi-Fi も無料で、またねあのレストラン手配等々もやっております。で無料のねドリンクが飲めるということで、しかもね好きなだけね飲める感じになっておりますんで、このね台北の観光中にちょっと疲れてね一休みしたいなっていう時にはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。で入室条件なんですけども、JCB のね国際ブランドであれば何でも OK ということで、あのプリペとかねデビットとか使えないんですけども、まあ、クレジットカードであればですね提携カードでも使えますので、ぜひこちらね覚えておいてください。ということでまた電車乗り継いで空港の方に行きたいと思います。では松山空港到着です。今ね12時50分、チェックインが多分1時50分からだと思うので、 ANA のカウンター行ってみましょうかね。では行きましょう。やはり予想通りやってないということで、ちょっと飲んで休憩したいと思います。スタバがあるらしい。まあ、お腹もちょっと空いてるんで軽く食べますかね。うん、この前風間くんが来てましたね。品川何度かっていうお店に行ってました。品川ランだったかな、品川ラン。まあ、ちょっとお腹空いたんで軽く食べますかね。ちょっと探します。
ということで、他に店がもう一個はねエビが入ってたんで、もうここしかなかったです。ではいただきましょう。それではね、店内に入りました。ね、メニュー持って帰れちゃったんですけど、内臓系が入ったね、醤油ラーメンみたいなのにしました。確か風間くんが頼んでたのはステーキかな、あのヌードルだと思うんですけども、ちょっと私はねこの前ステーキ食べたばっかりなんでね、ちょっとやめときました。はい、ということでもうしばらく注文したんで電話したいと思います。$300-280台湾ドル、いくらだろう、ちょっとこらえに出しておきますね。では待ちましょう。では到着しました。醤油系のラーメンの蜂の巣とか内臓入りのラーメン280台湾ドル。ではいただきましょう。前回の動画になったりと思いますけど、金銅粉で食べたラーメンとちょっと似てますけど、麺がねこういううどんみたいな感じ、きしめみたいな、うん、これもちもちしててめちゃくちゃうまい。こういう蜂の巣、醤油スープにちょっとラー油的なピリ辛な感じになってます。またネギもね乗ってて美味しい。あとそういうスジとかところてのニンニクだと思うんですけど、これはめちゃくちゃうまいですね、うん、大正解でした。それでは2時半からしかできないと言われたチェックイン、よく考えたら私手荷物ないんでこれで行けますね多分。ということで行きましょう。いや最後にね品川ランで食えてめちゃくちゃ美味しかったです。ということで予約番号でいいかな、 5RMRS、 OK。でパスポートを読み込んでいきましょう。で OK ですね、パスポート読み込み完了。ちょシートミップマップを見ておきましょう。どうなんだろう、あ今のところ隣いないですね、反対もいない。一応今回ね787の最後のこの座席ねちょっと取ってみました。まあ隣が来ないとねあれなんですけど、来るかな、どうだろう。でもいやめちゃくちゃ空いてるな、多分来ないですねこんだけ空いてたら。ということでこのまま行きましょう。はい、ということで無事ね、チェックインできました。はい、今回 NH854 便 33H という座席ですね、グループ2です。ラウンジ利用券がいただけました。これはあれですね、はい、SFC で入れる、まあ確かここねラウンジ1個しかなかったと思うんで、はい、ということで制限エリアに行きましょう。お水を持ってるんでお水を捨てないといけないですね。ということでこちらですね、国際線出発していきたいと思います。ということで制限エリアに入りました。いやめちゃくちゃ懐かしい、2019年の時にここダイヤモンド修行の最後の方にね、はい、来たんですよね。カメラぶっ壊れちゃって途中でね動画撮れてなかったんですよ、だから紹介してないんじゃないかな。ということで、はい、エアラインランジはねこれだけ、しかもプライオリティパスもねこちらのターミナル1、まあ、この昭山空港にはないっていうことで、 ANA も JAL も他のラウンジも全部ここに集客、集約っていう感じですね。ということなんで行きますか。 Thank you。それでは中見ていきましょう。ポカリとかビール、一枚絞りがありますね。あと台湾のビールもある、後でいただきましょう。あとリンゴジュースと、これはワインかな、はい、あと豆乳、あとコーヒーマシン、スパークリングはなさそうですね。トマト、あと各種こういうなんていうんですか、はい、おまんじゅう、やめちゃ
シューマイみたいなのがたくさんあります。で、あと野菜ですね。あとこっちに、なんだろうこれ、焼き芋かな焼き芋かな。あ、でもそうですね、スイートポテトって書いてある。あとスープ、どら焼き、あとチキンとかあります。あとこれは煮卵かな。あとオクラとご飯、カレーです。ルーローハンもある。はい、丼が作れるようになってます。これはいいですね。これめちゃくちゃ食べてみたいんですけど、なんかエビ入ってるみたいなんでやめました。ということで一息つきましょうかね。いや、ということでビールいただいてまいりました。台湾ビール、スタバに入ろうかと思ったらチェックインができてよかったです。ということでちょっとお酒飲みつつゆっくりして、ここはねシャワーもありないですし、ラウンジも結構狭めなんでね、多分これからチェックインが開始する2時半ぐらい過ぎたら多分ここパンパンになると思います。前回もね結構利用してる人多かったですね。 ANA 便も JAL 便も全部ここですからね、うん、ということで仕事しつつ過ごしたいと思います。うまい。ではラウンジを出てまいりました。ゲートはこんな感じでかなりちっちゃいですね。はい、今私はあそこにいて、ゲートは5番、すぐそこですね。まあ、20分ぐらい余裕を見て来たんですけど全然いらなかったですね。5分で行ける気がする。搭乗ゲートは、ね、こんな感じですね。プラダがあってエルメスがあって、結構あれですね、お店は入ってるんですね。どこもね営業されておりますね。では5番ゲート、ラウンジから出てきちゃったんでそのままゲートの前で待ちたいと思います。いやー、この空港もねクーラーガンガンでちょっと寒いですね。あと左側にボッテガとか、エルメスじゃない、ボッテガ、あとバーバリーとかもありますね。ではゲート到着、 NH8542、 あともうちょっとで搭乗開始ですね。ご覧で待ちましょう。ではグループ2搭乗開始いたしました。行きましょう。どうも。では今回もエコノミークラスで帰ります。たまにはビジネスでも良かったですね。また乗りたいですね。では今回私はねこの787の一番後ろ33の H ということで、お隣さんはいるんでしょうか。ということで座席配列はここの33の H だけ2座席で、隣は33ですね。はい、まあ座席等々のねモニターとか行きとね全く一緒、ボーイング787ってね、全部一緒でございます。まあ USB とモニターもあるんでねいいですね。でここにねフットレストもあります。で今ねお隣さんがいませんので、まっちり外の景色も楽しむことができます。ということでグループ2で搭乗して、これからどんどん入ってくると思いますので、しばらく待ちたいと思います。ということで搭乗率はねかなり低いですね、うん。まあ、3列全く空いてるっていうところは1列2列ぐらいしかないんですけども、でもほとんどの席はね埋まってないですね。はい、これは快適なフライトになりそう。もう乗ってきている人もねどんどんいなくなっておりまして、お隣もいらっしゃいませんということなんで、めちゃくちゃいいですね。快適に過ごせそうです。
ということで、もうちょっとしたらね、ドアは閉まると思います。この飛行機は ANA とスターラインパートナーの神戸線でございます。この便の機長は岩佐田、チーフパスタは今泉でございます。また客室には10名の客室乗務員が乗務しております。ご用の際には遠慮なく客室乗務員までお知らせください。皆様離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。それでは離陸いたします。無事で羽田空港到着いたしました。
ました。いやフライトは、ね、本当に快適で隣もいらっしゃらないので非常に良かったですね。まあ、今回ね台北から帰ってきてちょっと JCB ラウンジの、ね中も撮影することができず、またねアライバルラウンジも、ね、紹介することができなくてちょっと申し訳ない動画になってしまったんですけども、今回のところは、ね、こんな感じで終わりたいなと思います。いや台湾ね非常に良かったですね。またゆっくりね行きたいと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。